公共的施設の種別、規制の違い神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例は神奈川県の条例。2009年3月31日交付、翌2010年4月1日施行。一部の条項は2011年4月1日から施行した。日本の地方自治体で初めて制定された。 受動喫煙の防止を目的とする条例である。不特定多数の者が出入りすることができる公共的な室内空間における受動喫煙による健康影響を防止することを目的とする。受動喫煙防止条例、禁煙条例などと呼ばれる。本条例の制定をマニフェストに掲げて成立させた。 神奈川県知事の松沢成文は、条例制定までの経緯をまとめた辞書において、受動喫煙防止条例の語を用いている。2012年には、兵庫県でも、同様の、受動喫煙の防止等に関する条例が制定された。同年3月21日交付、2013年4月1日、施行。ただし罰則規定は2013年10月1日、施行。 民間施設等については、各種義務等の規定は2014年4月1日から、罰則規定は同年10月1日から適用された。2020年東京オリンピックパラリンピックの開催に向け、2018年には東京都でも東京都受動喫煙防止条例が制定され、2020年4月1日に全面施行された。 調理場を除く床面積が100平方メートル以下の小規模飲食店床面積700平方メートル以下の宿泊施設パチンコやマージャン屋等の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律対象施設神奈川県では2005年にがんへの挑戦10可燃戦略を策定しその中でタバコ対策の推進を 重点項目の一つに掲げた。同2005年2月27日には、世界保健機関により採択された、国際条約である、タバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約が、発行している。同条約8条2項では、定約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には、他の公共の場所における。 タバコの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上または他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進すると定められた。また、 日本国政府が2002年8月2日に交付した健康増進法においては第25条で学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、観光庁施設、飲食店その他の多数のものが利用する施設を管理する者はこれらを利用するものについて受動喫煙を防止するために必要な措置を こうるように努めなければならない。と努力義務が定められた。こうした世界的な受動喫煙防止への流れを受けて、神奈川県ではこれをさらに推し進め、公共的施設の室内、またはこれに準ずる環境における原則禁煙を目指す条例の制定を起とし、2007年度から検討委員会を設置して、検討を続けてきた。神奈川県は、 2006年12月27日から2007年1月26日にかけて受動喫煙防止条例の制定について賛否を問うアンケートをインターネット上で実施したところ1月20日頃までは賛成票が反対票を大幅に上回っていたが締め切り直前に突如逆転した調査の結果日本タバコ産業が社員を動員して反対票を 組織的に投じる不正投票を行っていたことが判明した。神奈川県はこの結果を受けアンケートを無作為抽出、郵送方式でやり直したところ2007年12月12日に発表された再アンケートの結果では賛成票が88.5%を占めた。なお、こうした不正投票による妨害が明らかになった後も日本タバコ産業は 条例制定について、神奈川県を呼び、県議会に対する抗議コメントを出している。2009年1月、松沢成分神奈川県知事が、公共的施設における、受動喫煙防止条例の素案をまとめて発表すると、禁煙、または、分煙の措置が義務付けられる、飲食店、風営法適用施設の経営者らが反発した。これに応じて、 三年間の猶予期間を定めて禁煙、または、分煙の措置を義務付けられた、小規模の飲食店と、風営法的用施設について、禁煙、または、分煙の措置を、努力義務に緩和するなどの変更が行われた。同年2月10日、知事は、神奈川県公共的施設における、受動喫煙防止条例案をまとめて、神奈川県議会に提案した。議会では、 自由民主党、公明党、県政会の3会派が、飲食店等への罰則適用除外などの修正案を示して対抗した。同年3月17日から18日にかけて、県議会構成委員会で、徹夜の折衝が行われた。結局、規制対象外とする飲食店の範囲を条例案より拡大する、民宿など、面積700平方メートル以下の小規模、 宿泊施設も対象外とする、規制対象の飲食店や、宿泊施設、風営法適用施設などの罰則は2011年4月から適用する、などの修正が行われた上で、条例案は委員会で可決された。同年3月24日、議会本会議で修正案が賛成多数により可決され、条例は成立した。受動喫煙。 室内またはこれに準ずる環境において他人のタバコを言う。以下同じの煙を吸わされることを言う。公共的空間、不特定または多数のものが出入りすることができる室内またはこれに準ずる環境を言う。公共的施設、公共的空間を有する施設のうち、次に掲げる施設を言う。 特に受動喫煙による健康への悪影響を排除する必要がある施設として、別表第一に掲げるもの、及び受動喫煙による健康への悪影響を排除する必要がある施設として、別表第二に掲げるもの。施設管理者、公共的施設の管理について、権限を有するものを言う。喫煙、タバコに火をつけ、その煙を発生させることを言う。 禁煙、公共的施設における公共的空間の全部を喫煙することができない区域とすることを言う。分煙、第二種施設における公共的空間を規則で定めるところにより、喫煙することができる区域と喫煙禁止区域とに分割することを言う。喫煙所、もっぱらタバコを吸う用途に供するための区域を言う。事業者、施設を設けて事業を営む者を言う。 保護者、親権を行う者、未成年後献人、児童福祉法第7条第1項に規定する、児童福祉施設の長その他のもので、未成年者を現に監督保護する者を言う。第一種施設の施設管理者は、その管理する第一種施設について、禁煙の措置を講じなければならない。第二種施設の施設管理者は、その管理する第二種施設について、禁煙または、 分園の措置を講じなければならない。第二種施設の施設管理者は、2の規定により、分園の措置を講じた場合においては、喫煙禁止区域の面積の合計を、当該、第二種施設における公共的空間の面積の,合の、合計の概おおね2分の1以上とするよう努める。施設管理者は、その管理する喫煙区域及び喫煙所に、未成年者を立ち入らせてはならない。保護者は、 喫煙区域及び喫煙所に、その監督保護に係る未成年者を立ち入らせてはならない。施設管理者は、その管理する公共的施設の区分に応じた表示をしなければならない。施設管理者は、分園の措置を講じまたは喫煙所を設置したことについて、その管理する公共的施設の利用者に周知させるよう努める。第二種施設のうち、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、第2条第1項第1号から第7号までに掲げる営業のように供する施設等の施設管理者は禁煙または分煙の措置等を講ずることを要しない。表示、立ち入り調査、指導及び勧告、公表、命令等の規定は特例、第2種施設については適用しない。 報告等をせず、もしくは、虚偽の報告等をし、もしくは立ち入り調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは質問に対して、答弁をせず、もしくは、虚偽の答弁をした者または、命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。喫煙禁止区域において、喫煙をした者は、2万円以下の過料に処する。受動喫煙防止条例に関するカテゴリー、 ありがとうございます。